が強くなると書いてある50円の怪しいブレスレット買ってみた。こんにちは、100円娯楽でーす。本当はそんな効果全くないのに思い込みによって結果が変わる現象をプラシーボ効果と言いますが、そんな話が関係あるのではという商品を発見しました。それがこちらのバンデルバランス&フォース。このブレスレットをつけるだけで体全体のバランスが良くなり、自分の力をより発揮することが可能らしい。非常にうさんくさい。こんなんただのプラシーボ効果じゃねえかって思っちゃいますが、もしこれが本当だったら、これはめちゃくちゃいい買い物を試してみる価値はあるということで、本日はこちらを55円で購入、そしてウンパルンパさんと一緒に検証していきます。ウンパさん、はい。運動能力、バランス力、回復力、集中力、このバンドを一つつけるだけで、はい、なんとこれ全て向上します。本当？じゃあ腕相撲やって、はい、1回戦目負けた方がこれつけて。あ、確かに。そういうことです。そうっす、僕腕相撲弱いっすから、まあ、1回やってみましょう。ちょっと確かにね、検証してみます。しゃっしゃ、いきます。よーい、やばい、いや強えってマジ弱いとか嘘で。ああよし、いったよし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 、嘘じゃん。いや俺マジ弱いっすよ、娯楽さんが弱いでも確かに、まあこれあるもん。バンデルありますから。嘘でしょ、何とそれ。いや僕も嘘だと思ってますよこれで力が強くなりました。本当かい。ちゃんと勝ちますよ。まあそんなに、あ、いいいきますよ、よーい、さっ。あれやばい、え、嘘でしょちょっと待って、ウマさん、ちょっとそれはやばいって。嘘でしょ、え、マジで嘘でしょ、え、待って、え、本当、え、マジでやらせなし、マジマジ全然ちゃうよ。ちょっと一回つけてもらっていいですか。ちょっと待って、これやばいです。あれこいつ何ってにわかに信じられん今の結果。じゃあ行くよ、いきますよ、よーい、さっ。あ、待ってえ、嘘だ、えっと、え、やばい、こいつえぐい。俺これ効果なしで終わる予定だったのに腕のコンディションとかも重なってるかもしれんけど、マジでちゃうかったっすよ。2回やって2回とも効果出てるんすよ。うん、え、これやばいわ。皆さん買ってください。本当にちゃうわこれ。